ってやろう太郎です。ちょっと警戒しました。詳しくは前回の動画を質問です。サウジアラビアグランプリでのサインツのように病気や怪我でドライバーが途中交代することがありますが、 FIA やチームが出場を認めない体調不良や病気などに関するルールがあれば教えてください。それはね、それは仮病やろとかそういうことお腹痛いっつってさっきまでカレー食っとったやんけみたいなさっきのカレーが足りなかったですっていうこと。学校じゃないんだからここは学校じゃねえんだよっていう、うん、でも別にこれは申告制でしょ。まあっていうか交代しちゃダメですとは言わないですからね、うんうん。まあ交代したい人いないし、そもそもドライバーもチームも基本的には交代したくないけど仕方なく交代するわけで、うん、サインツもねギリギリまで頑張ってはみたものの、うん、土曜日の朝に「あ無理」ってやっぱり、うんうん、誰々ちょっと体調悪いんで交代したいですって申請したものに対して FIA が「本当ちょっと連れてきて」ってちょっと熱測ってみようかとか、ちょっとこう抑えるよ、これ痛いこう痛いってそういうことはしないってことでしょ。今の芝居やわとか、うん、これ絶対違うわっつってあいつの方が早いと思ったからサインツに腹が痛いって言わせたんだろって、それあかんあかんみたいな、そんなことはないわけでしょ。別に病気じゃなくても交代してもいいしそういうことだよね。理由関係ないから、理由はなく、とにかくチームはいやもう交代ですって言えば、うん、ああ交代するんですね、うん、誰に交代しますかって、うん、スーパーアライセンスありますかっていうだけの、そうです、事務的な手続きですから、事務的な手続き、はい、うん、だからオコンだって別に体調悪くなくてもチームが乗せませんって言ったら交代されますし、うん、ああオコン選手交代ね、うん、分かりますよ、うん、あ理由書かなくて別に交代の申請書なんで理由書く欄はないんで大丈夫ですよって。分かります、大変ですよねうちもあれが会長があれがあれですよ、会長も交代できるといいんですけどねここだけの話でまあ、ということだよね、うん、だからまあ事務手続きだけなんで、まあ、特に、うん、だから FP1 だけ乗るルーキーはいるじゃないですか。 あれもまあ事務手続き的には FP1 だけ交代してるっていう形ですからね。ああそうかそうか、そういうことだよね、うん、だ別にルール上は FP3 で交代しても構わないし、うん、FP2 で交代しても構わないですよ。でもそれはルーキー枠年に2回っていうのには当てはまらなくなっちゃうんで、うん、FP1 でやってますけど。交代できるの予選からって交代できるんだっけ。予選に出てないと決勝に出られない。別にだからベアマン予選だけ乗せてもいいですよ。で決勝は出させないでもいいですけど、予選体験させたいと思えば。あでもまあそれだと交代した人のもう一人の方は決勝に出られないっていう、予選出た人しか決勝出られないんで。あそういうことね。でも逆に言うと FP3 まで出てなくても予選だけ走れば決勝出られますよ。107% ルールクリアすれば。そういうことね。はい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 。じゃあ FP1 で新人外れてました。FP2 でレギュラー乗せたらこいつはやっぱダメだなと。でもう一回新人に交代もできるわけ。できるはずです。確か1レース週末の中で何回までっていうのはルールあったと思いますけど、シーズンの中で4人までだったかな。だから確かアルファタワリが去年が結構ギリだったんじゃないですか確か。でフリース、リカルド、ローソン。うん4人までしか基本は変えられない。ただもちろんそれは特例があるんで、その4人がなんかどっかのレースで答えることに登場するのはいいってことでしょ。4人だから。そうですねそうですねその前確か問題になった時は2014年、それこそお金なかった時のケータハムとかはいろんな人乗せまくったから、確かそれも問題になった気がしたと思います。それでルールができたんだよね。多分誰も覚えてない人とか多分結構乗ってると思うんだ私。もともとカムイ・エリクソンでしょ。うんそうそうそう。でベルギーでロッテラ乗りましたよね1回だけ。あ乗った乗った1回だけ。で後半戦は多分めちゃくちゃ乗ってるんですよ、いろんな人が。ウィル・スティーブンスとか確か乗ってたもんね。誰だよそれ知らない。ロッテラは覚えてるけど、カムイ選手も乗れるか乗れへんか分からんけど自分で飛行機のチケット買って現場に行くしかないみたいなのが結構ね終盤戦ありましたもんね。資金がもうなくてでオースティンなんか乗れない、チームが来てないけど、うん、とりあえずカムイ選手だけ来るみたいな1回なんか1日数時間だけ来て帰るみたいなのありましたもんね。はあ、いや手ぶらで来たんですよみたいなで荷物ないんすよみたいな手ぶらでここ来るだけ来たんですよみたいなで我々と話だけして帰るみたいな。何だったんだろうみたいな。古き良き古よくは全然ないですけど今思えばすげえなっていうね2014年。うんまあ今じゃちょっと考えられないよね。考えられないですけどね。うん。まあだからその辺はまあ左近先生にもね聞けば、うんね、ヘルメットの中に札束入れて歩いてた。まあ実際は札束入ってませんでしたけど。先生は入ってないけど、お母さんが持ってた。うん。スタンバイ、うん、いつでもいいですよって白いレーシングスーツとヘルメットをスタンバイされてたわけですから、うん、まあ今じゃちょっと考えられない時代ですけど、まあジョーダンとかね昔よくありましたけどね、下位チームはね、下位チームはね、うん、特に後半戦日本グランプリあたりになるともう誰が乗っても驚かないみたいなスポット参戦ってみるみたいな、まあ、アグリさんだってもともとはスポット参戦っていうんですかね。だから今だから本当ないよね、そういうスポット参戦って言い方。そうですね。まあ交代はあったとしても、うん。まあだから結局はそのフルグリッド何十30何台とかって言ったって、まあ本当にもう出れるか出れないかカツカツのチームが結構いっぱいあったっていうことですよね。それこそ F3000 の車で、うん、ほぼ F3000 の車で走ってますみたいなね。3000の車に 3.5 リッターの F1 のエンジン乗せて走ってますみたいな、これ F1 みたいなそれこそアグリさんの最初乗ったラルースもそうですもんね。後ろカウルついてないやつ、ついてないやつね、なんだこれと思ってむき出しじゃんこれっていう。まあでも NA に切り替わった最初は何チームかそういうのあったよね。今考えたら変な話だけど当時は別にまあそれはそれで他にもそういうチームあったから、放末チームがいっぱいあったからね。それじゃあ困るっていうことでしょうね、今の。まあそういう意味では、まあ、確かにみんなの各チームいろんな人の努力で今は健全な体制、状態にあるっていうのは、まあ、まあだからコリン・コレスとかが活躍するようじゃダメっていうことですよね。まあまあということで、ドライバー当時のケータハムの最後の悲惨な終わり方を知ってるおっさんからすると思うよっていう。思うよっていうね。なので、まあルールというか、まあ、特にその、ね、体調病気の種類とかそういうルールはなくて、別に交代と申請すれば交代できますよというお答えでございます。はい、今回だから仮病がダメだっていうんだったら、はい、それこそ左近選手もねシンガポールで急に出られなくなるみたいなことはなかったはずですからね。ああ、そうだよね。まあだから、まあ、そういう話も、ね、機会があれば。選挙中とかだったら答えてくれるんじゃないですか。選挙中有権者って書いた T シャツ持って T シャツ着てお近づきになれば、あの時はどうだったんですか本当はっつったら選挙中だったらここで流したらうちが怒られるんじゃないですか。特定の候補を応援してるってなっちゃうんですか。そういうことか。 YouTube はいいのか。YouTube どうなんでしょうね。別に左近選手を応援してもいいでしょうけどうちみたいなチャンネルだったら左近頑張れで、まあでも都知事選みんなやってるよね YouTube で。なんかゲストって出てきて喋ってる。でもあれバランス取ってるんじゃないですか。あと全員というか何人か呼んで、全員呼んだら大変だよね。50人ぐらいいるしか候補と言えない人ばっかりですほとんど。そんな呼んでもしょうがないですよね。だから実質的な候補はちゃんと全員呼ぶっていうバランスを取ってればいいってことだよね。はい、ということで、今回の質問、まあ、ドライバー交代に関するルールについての質問でございました。はい、今回の質問答えよかったよ、どうもありがとうと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、はい、F1 ライフのクッションは F1 ライフすずり支店から、はい、そしてこちらの T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアから。あらたした。